のためになんと、なんと180億円もの支援金をよこしてくださいました。私は震災後3月24日に台湾の地を訪れました。なんと震災から10日後には台北の駅前で台湾の大学生たちが日本頑張れ、日本頑張れと現金募金活動をしてくれていました。台湾の大学生たちは台北の駅前で多くの通行人に向かって友好である日本を祝おう、日本を応援しようという支援活動をしてくれていました。また折しも台北市内で開かれておりました花の博覧会の会場の入り口においては台湾の赤十字が大きなテントを広げて日本支援のための義援金活動を展開してくれていました。そして多くの台湾の皆さんが日本の震災被災地の防衛のために義援金を募金してくださっていました。台湾にとって日本は大事な友人であると同時に我が日本にとっても台湾は 大切な友好であります。そしてその結果なんと180億円もの義援金が日本に寄せられました。ところが我が日本政府はどういう形でこれに応えたのでありましょうか。すでに新聞等でもご覧になったと思いますが日本に来ている留学生たちへの義援金が配布されることになったとき日本国政府は台湾からの留学生には出生がないから待てないと言って留学生への支援金の支払いを日本国政府の財務省は拒否しました。富士実践にある円という大学は窓口にした台湾人留学生に対してあなたの国とは国交がないから支援金を渡せないと言って冷たく窓口で追い払ったのです。180億円もの支援金をよこしてくれた台湾に対してこんな仕打ちをしてよいのでしょうか。日本はもっと台湾を大事にしもっと台湾に感謝するべきではないでしょうか。彼ら台湾の皆さんが日本に寄せてくれる思いは熱い温かいものがあります。私は3月24日台北駅前で日本のために義援金募金活動をしている大学生の皆様の姿を見て涙が出ましたよ。台湾の大学生に交じって日本から台湾の師範学校に留学している日本人の学生もいましたよ。台湾の大学生たちは震災から10日後には街頭募金活動に立っていましたよ。そして集められた現金はなんと180億円を超えました。台湾から出征した日本軍兵士の御霊に対しても感謝の誠を尽くしましょう。ありがとう台湾、台湾感謝。今仲間がチラシを配っています。どうぞ受け取ってください。そして読んでください。台湾の皆さんの日本に対する熱い思い知ってください。台湾では80歳以上の方は知り合って仲良くなると自分は4分の1日本人だ、こんなことをおっしゃいますよ。あるいは40代50代のガイドの方も自分は今度生まれ変わったら日本人に生まれたい、日本人に生まれ変わりたいっていうガイドさんいましたよ。台湾ありがとう、台湾感謝。どうか今配っているチラシ読んでください。私が今語っていることが書いてありますよ。台湾のために私たち日本人は何ができるでしょうか。台湾の皆さんは日本のために支援金を集めてくれました。ありがたいことです。台湾ありがとう、台湾感謝。台湾は中国の属国じゃない。